330分延長しました。つんだどこ行けばいいんだ。つんだんだがロボに中断ばっかりやってしまう。バリアー死ねー。はや っ, はやっ心待ちにしてたのか。配信ありがとうございます。ということでね、スーパーマリオストーリー RPG をやっていきますけども、何したらいいのかわかんない。はい、マコ握り飯一丁でございます。どこ行けばいいんでしょうか。ヒント欲しい。ヒントどこやってるの。今ね、ヘイホーのおもちゃ箱っていうステージやってます。オンニコ生クルーズ、オンニコ生クルーズ、そう、間もなくニコ生クルーズが到着します。電車あったでしょ。電車でも動いてなかったよ。そう、ニコ生クルーズが到着しました。KO強いよ。マリオカートか。マリオカートやってます。改造マリオカートやってます。キノコよこせ。00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 0
ベアム、ニコ生クルーズが去っていきました。レベルを上げるべきなのかな。おっふ、電車を動かすんだよ。謎解き面倒だった気がする。電車がないんですよ。次です。じゃあ無理じゃん。なんで兵法逃げんの。やべ、マリオだ、逃げろ、マリオだ、嫌われてるみたいな、警察みたいな感じ。警察だ、逃げろみたいな。大っ嫌いだわ、警察24時みたいなの。非常に胸クソが悪い。最近勇者あーとか面白いですね。最近見てないな。テレビは見てないけど、最近もう勇者あーと水曜日のダウンタウンしか見てない。あとゴッドタンと見て、それくらいですね。面白いよな。行ける場所が全部行ったの。行った。ゲームって面白いよな。ゲームやればいいのに。死ぬ。回復しよう。
ミスガイアもやんなきゃな。宝箱守ってる強い兵法とは戦ったの。戦ってない。あれ無理でしょ。まだ魔女とレベルが上がってるんだよな。この辺とか一筆書きできそう。あれ倒せたらボス楽勝だよ。ほんと？じゃ無理ってことじゃん。倒せないってことで。すんだー。やってみる価値あり。だからやってみて無理だったんだ。自分がどの程度強いかは無理だったの。絶対無理。クッパより強いでしょあんな。無理無理。半分は減らせたの。半分わかんない。能力、難しいな。この歌詞の元って何だ。こっからさらに行ける場所があるのか。捨てちゃダメなんじゃ。捨てちゃダメ。何がなんでキーアイテムなの。よくわかんない。いっぱいあって邪魔なんですよ。無限に手に入るから。まずお菓子の元って普通にあるアイテムか。わかんない。食べても何の効果もない。効果が書いてない。どこ行ったらいいのかわかんない。ヒントくれ、ヒント。村の住人に頼むんじゃないの、お菓子作り。頼むの？もう全員に話しかけてよ、村の住人。全員に話しかけたけど
怪しいのいなかったの。いなかったな。みんな困った困った言ってて全然話にならない。一番困ってでっかい兵庫いないの。でっかい兵庫町に。いないよ。なあ、ダメか。助けてくれ。全然わかんない。積んだ。クリアできないこのゲーム。もういつものだよ。誰ですか RPG はレベルを上げれば誰でもクリアできるとか言ってたのは。できないじゃないか。フライパンはだから取られたんですよ多分。フライパン取られた人がいて返しに行け。返した。初見だけどもう入った。もう入った。ありがとうございます。返したフライパンは。あれ返してない。積んだ。ないフライパンなんか。積みました。助けてください。これだろうが。だろうかって言われてもないんだからしょうがないじゃん。俺だって困ってるよ。フライパンがなくてお互い様じゃないかよ。俺も困ってますなら困ったな。積みましたね。やめますか。やめますか。いつもこうなる。俺が RPG やるとどこ行けばいいんだっつって攻略見た。なんだ5分後にはまた攻略を見て。お疲れ様でした。お疲れ様でした。任天堂も落ちたもんだな。だから謎解き難しいって言ったじゃん。なんだクリアできないんじゃん。てっきり任天堂のことだからクリアできるようになってるもんだと思ってたのに。うちなんもないよな。小学生の自分以下。もう任天堂のことレベル5って呼んでやる。ここの村用もチャバコを雪ライフればなんとかなる難易度だよ。わらわら。息してるんだけどな。これかも任天堂のことを軽蔑の気持ちを込めてレベル5って呼びます。任天堂になれなかった企業、レベル5。ゼルダに比べたら前々だよ。行き忘れてる場所があるんだろうな。まあ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 な。ゼルダはもうヒントというヒントをもらいながらやってたからな。 B を押しながら下がるんですよとか。え、アクションコマンドが先行しやすくなる。いらねえ。 いるな。つけとこう。単純に難易度が下がるってことだろ、ゲームの。大事だわ。そういうのを駆使していかないと、俺はね、クリアできないんです。レベル上げと一緒だな。攻撃力と防御力が上がる。アクション下手ぶ？いや、違う違う違う。お菓子の元、じゃない方の道。ある、確率の話。どんなアクションが上手い人でも、ダメージを受けることはあるだろ？ダメージが仮に 10% でも減ったらですよ。それはその 10% のダメージをどうやりくりするかは RPG の部分じゃ。そ
こがまさにレベル上げの概念と一緒で、レベルが上がるとダメージを受けにくくなる。その HP のやりくりが、フライパンは兵法に盗まれたんだろ。そうですね、お菓子の元じゃない方の道、いや長かったよ結構。長くて先に進んだらクリボーがいて、クリボー倒したら、何出てきたんだっけ、なんかあれ、どこ行けばいいんだろう。みんなは当時の記憶を呼び起こしてくれ。俺はついさっきの記憶を呼び起こす。積んだこっちには兵法いないんですよ。島の方のものが、島の、え？あ、これ？なんでもないじゃん。積んだ。大事なもの見せて。大事なものは特にないですね。これ？手紙しかない。これ？持ち物ないのね。ないんですよ。手紙でも渡すか、やることないし。こっからはもうあれですかね、クリア後みたいな感じでイベントをこなしていくみたいな。兵法のとこ行き忘れてんじゃね、おもちゃ箱に全部行ったってば。お願いします、どこ行けばいいですか。なになにか、あ、ミラーボール、あれな、若者もターゲットにしたタイプの新しい占い。鍵を全部言ったで、全部言ったことないだろそんなこと言われてもそんなことは分かってるんですよ、そんなことは。あ、これでいいんだ。だからどうしろって言ってんだ。悩みのお店、鍵をなくした悩みの主人、鍵を返してやるのが良い。こいつ見つけばクリアまでいけるわず。全然わかんないんだけど、意味が。手紙あるよ。はい、読むがいい。買い物しに行きなさい。どこに？わかんないとかやった買い物でしょ。で、行ってよ買い物。で、鍵でしょ、返してよ俺ちゃんと。よいしょ、ほら普通にお店やってるじゃん。でももう開けましたよ、ちゃんと。は？あ、これ？そういうこと。これは謎解きですな。どうせそんなこったろうと思った。こったろうと思ったっていうけど、それは何だってそうでしょ、ゲームって。
それがわからないから難しいんですよね。謎解き。思いもよらなかった。思いもよらなかったよな、本当。それそこにそれがわからないから面白いんだよ。そう。適当に進めすぎてはいけない。いやいや、順当に進めてますよ。適当に進めてたらあそこも開かないんじゃないですか。よかったよかった、ありがとうございます。でももうちょっとマリオストーリーは遊べますね。はい、おもちゃ箱にしまってください。順当は盛りすぎ。積んだ。っていうかさ、わからなくなったらさっきの占い師で合ってるよ。でも占い師、そうですね。積んだんですけど。あいつが全部教えてくれる。なんでパレッタになってんの。わかりました。多分占い師に聞いてもよくわかんないってパターンが起きそうな気するけど。やった。ここが一番大変なぐらいだから。どれかな。 HP やな。HP やな。バッジ使い道ないしな。おもちゃ箱ってなんだ。謎解きだ。全然成功しやすくなってなくない？これは俺の実力だし。なってねえじゃねえか、成功しやすく。嘘つき。今日はいつまでするんだい。今日はお風呂の時間までか。そういうシステムじゃないんだろう、ニコニコ動画って。予約制じゃないんだろう。カラオケみたいなシステムしてないっすよ。やる前に今日は何時間ですか、6時間でみたいな、そういうシステムじゃないから。経験値もしょっぱくなったし、もう適正レベルですね。いや、まだ足りてないと思う。もうちょっと、もう2、3個レベル上げてからかな。強くなってないって、俺。強くなってない。足りてるって言ってるんだ。足りてないって言ってるんだ。現に、ほら。どこ行ったらいいかわかんないじゃん、現に。だってほら、平行倒せるじゃん。でもブラック平行めっちゃ強いよ。 HP50 とかだよ。しょっぱくないじゃん。それはどこの適正レベルなんですか。めっちゃ経験値入るじゃん。どこの適正レベルなんですか。クリアできないもん。どこ行ったらいいのかわかんない。どこおもちゃ箱って、これ ないんだけど。ブラック兵法って言っても一体だし、ハクもドカボンと変わらないだろ。変わらないだろうって言われても、倒せば経験値手に入るぞ。
りましたよ。挑戦してみよう、もう一回。経験値大事。なんかメタルスライム的なやつ出ないかな。もっと経験値が欲しい。あ、もういい。強い敵と戦うために強い敵から経験値をもらうと。そういうことです。だってこの先より強い敵が出てくるのは間違いないわけだから、ここでヒーヒー言ってる時点でもうレベルが足りてないんですよ。今苦労しなきゃ後でもっと苦労するぞと。あれ、倒せばいいでしょ。強い、倒せない。あ、難しいこれ。何やってるの。難しいんだって。よし、まず第一の関門。加藤純一みたいなことしないで。いや、昔のゲームだからこれ連打してると選択肢を選んじゃうんだって。一回戦ったの。まず雷ドッカン。レサレサビンター。よし、は？無理じゃん。それは無理だろう。状態異常攻撃した方が無難。状態異常攻撃効くの？変わらないよ。このゲームガバガバのガバ。お、よし。は？回復アイテムがねえんだけど。状態異常もない。何にもない。レサレサの透き通りで避けるんだっけ？レサレサの透き通りは2ターンに1回しか使えない。何にもできない。積んだ。もう回復アイテム用意しておけよな。任天堂、任天堂がよ。無理じゃん。回復アイテムを日頃から持たないからだな。無理じゃん、こんな。ね？透き通りあるぞ。は。はい、バカ。透き通って回復あれば勝てるやん。これやばいんだよな。無理じゃん。今の攻撃なんダメージだっけ。12とかじゃなかったっけ。はい、バカ。普通の
も回復あればいけるかもな。いけるかな。負けた原因が分かったところで。負けた原因？レベルが足りない。もうちょっとハートがあと10が必要かな。ハート、まあ3回に1回ハートを上げると考えれば6レベル足りないな。回復アイテムとバッチね。どうせ回復なしじゃ将軍兵法にも勝てないだろ。いろいろ試しなさいよ。はいはいはい。BB キノコいるだろう。ファイヤーフラワーいらないだろう。これいるだろう。これはいる。これもいらない。あー全部いらない。なんだこれ。全部いらないな。メモ虫がいるのか。バッチ何つける？バッチ？なんか欲しいのあります？スーパーキノコ結構いるだろ。10しか回復しないぞ。意味なくない？って何？別に。もうストーン帽子ずっと使ってなさい。でも今は回復アイテム10が限界だからね。ああ、ハートフェイルとかをつけろってこと？意味ないよな。回復アイテム10が限界だから、初期 HP が35になっても。ファイアフラワーとかザコに使うべきだったな。アイテム全部緊急キノコにすれば勝てる。勝てる。ゲーム力あれば一度で効果力出せるバッチあるだろ。え？あれ、運ゲーだから嫌です。そういう。嫌だ。運ゲーで勝つの嫌だわ。もうメイドインマリオで鍛えたゲーム力を生かす時が来たか。メイドインマリオゴージャス初見プレイゲームオーバーゼロ回の俺をなめるな。あ、クリアできるまでにゲームオーバー何回になったかで。そういや大きい赤いのこの子倒したの。当選簿してたやつ誰それ？知らない。なんだよこのゲーム。やめろん、お前がかなう相手じゃないぞ。ベジータ感最高火力よろし。無理じゃん。わかった。ぐるぐる目回しも使います。お、よしよしよし。ひよってるうちに
俺が殴る。出し惜しみすると負ける敵で、効くんだな、これが効くんだ。え、でもこいつのね、子守歌聞かなかった気がする。キンって言ったような気がするんだけど、ビリビリ機能がここで使ってる。よしよし、いけ。あれ、逆転見つけたな。これで倒せるじゃん。効く時と効かない時がある。そうなの。ここで雷ドッカンを。それ誰か来た。私が来た。お、リア突、リア突してきましたね。死ね。近くならないのか。死ね。されたいいのか。この歌を使おう。挑めばいけそうだな。なあ。あ、これでもいいのか。いけ。起きたんだが。経験値が上がった。これが RPG の記念に。コンビニ行ってこようかな。は6? 何これ。もう課金だよこれ。課金じゃん。音劇かよ。無理じゃん。じゃあコンビニ行ってきてくれ。保険達人。達人がないと意味ない気にするけどな。
ツにバッチだな。あげるな。音が足りないのか。バッチだな。多分レベル上げが必要だな。つまり攻撃力 1.5 倍が強すぎる。達人使って実感できないならいらないんじゃない？いやいやいや、実感できないから必要なんですよ。逆では実感できないとは必要なんだよ。だからこれは。でも位置上がるってこのマリオだと大きいぞ。実感できないんだからなくてもうまくできる。いや実感できないってことは確率だからもう成功率の話になるんだと思う。ところで今ボス戦というねミニゲームをこなしたのはいいんですけど、どこへ行けばいいのか未だ分からず、未だ積んでおります。未だ積んでおります。占い行こう。占い行きますね。ここのボスも余裕だな。そうですね。次のボスも余裕。これもいらない。これもいらない。もうレベル上げはいらない。いや、これでレベル上げが楽になった。でも多分分かんないと思うよ。同じこと言うと思う、さっきと。一応ストーリーのヒント出してくれるんだけどね。同じことを聞きに行こうな。もう一回同じことを聞けって言ってんだよ。道に迷った。ミラーボールの位置がずれてるのが気になる。キノピオの頭ってやっぱ日の丸みたいだね。寝とるよ、大激怒。ほら、箱の中に持ち込むなかれ。関係ないじゃん。あ、全然ちゃんとしたしっかりとしたヒントを教えてくれる。なんて親切なゲームなんだ。さすが。クリアできるようになってるもん。箱の中に持ち込むんじゃなくて、さすがゆうすさん。さすが俺。入れてから俺が入る。そりゃそうだよ。持ち込んだったらおもちゃのおもちゃになっちゃう。これでいける。これでいけると。ありがとうございます。クラピカの法則で左で。一
けない？なんなんだよ。クラピカンの理論によって右で。このキノピオは色が違うな。ちっちゃいからね。フライパンもっといい方だって。毒ありそう。毒ありそう。もともとのキノピオにも毒ありそうだけど。なかなか厄介でしたね。燃えてるやつがいる。ああやられた。コマンド兵法戦うぞ。ボスより中ボスのが強いかもな。ほんと？いやダメだな、やっぱ判定が甘くなるバッジをつけたい。DJ マックスやるときも判定一番甘くしてるし、ステマにやるときも一番判定が上のやつをオフにしてるから。なんだこいつ。わこつ、平方のおもちゃ箱まで来たんだ。来ました。クッパ乗り物の何聞いてなかった。何？ケーキないっすよ。ケーキか、また戻るのかな。またピネだ。あ？ケーキの巣なんてどこにあるんだよ。ケーキの巣なんてどこにあるんだよ。それともフライパンあるのか。フライパンもないし。積んだ。強い。でももっと強くなんないかな。あ、寂しいよな。一人で戦ってるもん。兵法族って一番強いのは結局ブラック兵法なのか。そうなんですかね。その辺のカースト制度は分かんないけど。そもそもこのマリオは他のマリオと同じ世界線なの？別の世界線なのでは。だってクッパが悪いやつだし、このゲーム。
オアクブでもラスボスよりブラック兵法さん体のが強かったじゃん。そうだっけ、覚えてないわ。いたっけそんな。舞台上のマリオだから。舞台上のマリオだから。ネタバレやめてくださいよ。なにこれ、フィクションってこと？もう、クイズ失敗すると突破城に出てくる。ああ、そんなんあったっけ。ブラック兵法さんからだ。最強のバッジ2つ目だ。え、全クリの全クリのバッジが多すぎる。もうなんだこれ。ダメージヘイローつけるんであればナイスで防御いらないんだよな。両方つけるから、ごめんごめんね。累積だろこれ。累積？絶対1減る方がいいんじゃね。うん、でも6だからつけれないんですよ普通に。レベル上がったのだな。レベル上げをしよう。ここで兵法無限に湧くし、これはこれもパッシブだな。つけておかないと。今困ってるの？1体で1は厳しい。困ってます。1体で1は厳しい。100体倒せばいいんだろ。1時間くらいレベル上げすれば。困ってますよ。あれ、苦手なものモンスターにしなかったのか。してないっすよ。普通しなくない？強すぎる力を持つと退屈だぞ。あったあったな。雷ドッカンってなんだっけ。これで繋がったな。フライパン渡してお菓子の素か。なるほど。でケーキが出てきて、ピンポンに渡して全クリと。レベル上げはどこでしたらいいんだろう。それがわかんねえ。弾丸論破の探索パート。弾丸論破の探索パート。いや、まだあるんだよな。まだある。この右、あー残念、それ来週からなんですよ。弾丸論破の探索パートは、これをするのが大きな兵法。加速。アニメで全カットだったしな。探索パートってな。
に。そう、間もなくニコ生クルーズが到着します。日常パートだろ、どっちかって。そう、ニコ生クルーズが到着しました。右左。右左。ラスターエントランス。インケペーパーマリオか。次はここじゃない。我々に疲れた。ここで合ってるか、合ってるのか。逆に我にみんなもう慣れた。人生に疲れた。ルイジのことを思い出してあげて。我を叩くことに飽きた。かわいいゲーム。はい、フライパン。ペアム、ニコ生クルーズが去っていきました。卵をください。あれ、普通にもらった。ないですって言われると思ってた。小麦粉、牛乳と小麦粉は大躍進を果たしたよな。かなりキャラランク上位にいるよな。して全クリと。なんでこの兵法。お、あっ、やられた。これここでレベル上げできるんじゃね。するために今レベル上げが必要なんです。あ？やりすぎた俺。あ、本になった。料理が得意な人見せよう。どういうこと？ここ柵あったらどうやってさっき電車走ってたの？あれ？どうなってんのこれ。ファイヤー兵法がいる。難
しい。クリボーなんて使うからだ。ちょっとクリボーがいないと敵の能力が分かんない。もう無理じゃん、死ぬじゃん。全体攻撃しなきゃ。全体攻撃しなきゃ。ファイヤーフラワー。介入度が相手じゃなくて、あ、厳しい、苦しい、これは苦しいだー。 なんでその感はふざけてんのか。苦しいからクソゲー。苦しいんだ。くさ。レサレサを使う理由がまた一つ減った。ダメだな、やっぱ。芝のカメキにします。よし、減ってもレサレサしかできないことがあるからかね。神縛ります。縛らなきゃよかった。死ぬってしてくれ。いやー、え、これパワー2も使うのかよ、ぼったくりじゃん。もうダメだ。積んだ。どうしよう。これでよくね。ピンチじゃん。ピンチじゃん。敵全部今のでよくね。あれったでいいか。今のでよくねって、今の技使えるのは10回に1回くらいですよ。いや、20回に1回くらい。戦闘で言うと。よしよんの。ああ、終わった。ああ。無理じゃーん、このゲーム。だーなんなんだよこのゲーム。はっ、生きてる。準備できてないなら帰るんだよ。
見えるんだよ。レベル上げが足りてない。まだファイヤー兵法を倒してレベル上げをするためのレベル上げをこの辺の敵でしておかないと次のステージで困るからな。レベル上げが足りない。アイテムはいらない。アイテムはいらない。アイテムを使わなきゃ。回復手段がないんだもん、このゲーム。回復手段がない。おかしいよな。厳しすぎ。 FF1 みたい。ファイナルファンタジー1の方があるわ。ポーション99個買えるからな、あれは。ポーションしか回復アイテムない。お、でもこんなもんだよ。やったー。あ、無理じゃんこれ。いけるの？大丈夫、レサレサがいるんで。このようにね。兵法じゃん。あ、4色は効いてねえよ。そうじゃないんだよ。あ、自信がない。難しいなぁ。4色に困惑するニュース。4色は効いてないよなぁ。全部かわすから。全部かわすから。さっきの技で一撃じゃん。さっきの技が使えるのにはあと10分待ってくれ。10ポイントだから絶対10ポイント余る。最悪。何これ。スタート。終わった。ああ助けて。
が笑える。いいですね。レサレサなんか面白い顔してました。なんでこいつこんないつもムスッとしてるんだ。空気が悪くなるだろう。カメキにしろやっぱ。あ、これ空気が良くなる。ガンバ J2 ギリギリとどうでもよい情報が。ガンバ J2 ギリギリ何？ちゃちゃちゃ。中ボスは次かな。次枠ですか。あっちに消し石とか一生使わないだろうな。西村ひろゆきも見てるんだ。頑張ろう。それあなたの肝臓ですよね。くらいにランクインしました。ゲームするやつはバカ。ゲームするやつはバカ。嘘を見抜けない人にはネットを使うのは難しい。え、全部弱そうじゃん。使い道が全く思い浮かばない。謎バッジばっかりだった。そんなことにレベル上げだ。それならいいでしょう。とりあえず HP 完走にしておきました。それもいいと思う。安心して見れるだろ。
ソシャゲ初めてやる人みたいな。でも次レベル100とかなってたらなえる。終わった。だけど見せてやるよ。なえるよな。確かに。これ厳しいよ。スーパーマリオカートのアイテムの音と同じですね。あ、めちゃくちゃだ。でも勝てた。おい、なんだよ。レベル上げの必要性感じるのってグッパ寸前ぐらいじゃね。うるさいうるさい。うるさいうるさい。俺にはレベル上げが必要なんだ。無理じゃん。バッチがあったか。俺あと6はバッチポイント増やしたいんだよね。最低でも。グッパを楽勝で倒すならレベル上げておけばいい。いや、もしかしてグッパレベル下げる技使ってくるの。ひょっとして。なんだこれ。グッパと熱い出したいなら懐かしい。懐かしい。新鮮なゲームをやってます。熱いバトルをしたいならぜひレベルを上げずに実力で戦えと。大丈夫です。僕はレベルを上げまくっても熱いバトルになるんで。なんでヒヤヒヤするんだよ。わらわら言われたことある。なんでこのレベルでヒヤヒヤさせるんだよ。それ褒め言葉ですよ。
だから大丈夫なんですよ。 HP100 もあるし、スナハンポイントも100もあるし、大丈夫でしょう。そう思いきやですね、なんでそんなことするのみたいな。それはさすがにない。ないはずないはず。僕は万全のアイテム、完璧なアイテムを持った状態で試練2で転び石を踏んだ後、見えてるモンスターの罠を踏んだことがある人間ですよ。モンスターの罠あるじゃんつって、転び石踏んだ後、見えてるモンスターの罠を踏み直すと2回踏んでたから、全てのアイテムを失った上、モンスターに囲まれるって。しますよ。試練はプレッシャーが違うものまあそうか、10ダメージの道具にブフの杖振ってた気がする。ブフの杖なんかあったっけ。ところでブルーに直でいけるのはご存知ですか。え、知ってますよ、当たり前じゃないですか。書いてあるでしょ。もう見てないんですか画面を。書いてあるじゃん。分かってますよ。どこに行きますかってね書いてあるじゃんの。当然分かってますよ。辞書。はい、黄色、緑、赤、青の順番で叩こう。わかんない。積んだでは4色といえば、4色といえばオリオンなのではないか。やってみただけ。黄色、緑、赤、青。あからさまな仕掛けがあった気が。なんで4色なんだよ。なんで4色なんだよ。はっ、そうか、あの時なんだったっけ。あれ、さっきのやつ戦えたっけ。いや、もう倒しちゃった。右側に大きいのこの子いなかったっけ。銭よこせとかいうやつ。いや、見覚えない。まだ見てないか。でもストーリーには関係ないじゃん。関係ないよ。あれ、ステージ5行こうじゃね。まだまだ先じゃん。そうなのか。
エアプがよう。これがステージいくつなのかもわからん。俺もわからん。あれ？ここはステ4。ここはステ4。すげえですね。次何のゲームやります？間違えた。本当に騙されてて笑った。改造マリオって何やってるの？改造マリオは何騙されてた？改造マリオは今やってない。多いやつが出るの？今は、あ、壁詰めで VIP2 やってたから、それをやんなきゃいけないな。それはこっちではしないのか。こっちではもうやるけど、一回なんか壁詰め側をなんかの区切りにしないと。経験値ルーレットしてるの？いや、なんか当たりが出るまで。する前にやんなきゃ、あれやんなきゃいけない。ニューマリはやる気がしない。なんだろう。一気に来ればいいのに面倒くせえな。なあ。せっかくだからここでレベル100まで上げるか。左だ、右だ、中だ、みたいな。パチスロ弾丸論破のモノクマ、ノブヨらしいですよ。左だ、右だって言ってくれる。ノブヨが。どっから切り出したのか知らないけど。そんなのあるわけないじゃん。あるわけないじゃん。弾丸論破は終わらないんだよな。引きずっていく。僕たちはずっと引きずって前に進んでいくんだ。
は希望を否定する。自分の未来は諦めるのか。全然揃わないですね。すぎてダメだわ。何やってても別のゲームのこと考えてる。早くやるしかないんですよ。急いでやる。解決策。急いでやる。画面でもルーレット叩けなかったか。でも、留守道やる。そんなことある。 LSD もやりたいゲームの一つ。あ、本当だ。でも倒しちゃう。今まだ120日目くらいね、止まってるからクリアまでやんないと失礼ですもんね。ダメだな。全体攻撃も何でもないもんな。どうしよう。ゼルダの神トラにしないとクリアにならよろいです。そうなんですよ。やんなきゃな。苦しい。星の星は縛ってるの？縛ってないっす。溜まってるじゃん。言ってくんないと。溜まってますよ。通知してほしいな。溜まった時にピンピンピン。これレベル上がるぞ。難しい。なんかあれ思い出しますね。パックマンワールド。捨てなきゃいけないんだもんな。スーファミのやつか。違う、プレステ。パックマンって神ゲーだなって思った。パックマンワールド。これ配信でやりますか。買ってあるんで。
何も揃わないな。さすがにしない。ミズパックマンとかやんないとな。プレステな。あれも絶対やる。スロットの結果が違う。違う。もうスロットは後回しでもいい気が。後回しでもいい。どこ行ったらいいの。じゃあやることないんですけど。間違えた。もったいな。 A ボタンと B ボタン間違えたんだけど、なんでこのゲーム A ボタンが下にあるんだよ。先に進めないのか。どこ行けばいいんだ。ヨネロと出会ったところに行って。だからスロットじゃなかったっけ。あ、これか。あ、これか。変異方をずっと探してたんだけど、こうやってそこに素敵なブロックがあるじゃろ。もう忘れたんだけど黄赤緑青だっけ。スロットクリアに。関係ないじゃん。関係ない。赤じゃねえかよ。違う。違う。本当に忘れたのかい。黄赤緑青です。覚えてます。なんだかんだでずっとレサレサ。レサレサ嫌なんですけど、通れないの。金網がパレッタも嫌だし、カメキも弱いし。黄緑赤青じゃねえの。黄緑赤青ですか。ありがとうございます。おお、わらわら。そうだったっけ。変わったな。アップデートで修正入ったか。忘れてんじゃねえか。あれ？黄青赤緑。いや違うよ。記憶力がないことが判明した。黄緑赤青も違う。いや俺覚えてるって本当に。黄青赤緑も違う。え？黄緑じゃないでしょ。は？え？ほんとだ。おかしいな。不思議だな。難しいな。オクタゴン。
オクタゴンだ。回復あるじゃん。全クリ。お。もう無理じゃん。外して、これつければいいの。で、これもいらなくて、これもつけて、こうだな。パッシブ最強、パッシブ最強、強くなる。パッシブ最強だから、してくれ。いつも元気が欲しい。いつも元気。何それ。体力が減らなくなるぞ。結局バッチあげよう。パッシブだ。
でもいらねえ。ピンキーとか絶対使わないもんな。スキル次第。スキル次第。使わないでしょ。レサか。結局ん？うわおーい、聞いてないって。ティラしか攻撃できない。間違えた。
ターンに3回以上攻撃がヒットする仲間なら、仲間ならはっ、そうだ、俺たちはレサレサ、結局レサレサじゃねえかこのゲーム。終わんねえじゃねえか。逆だ、こっちから攻撃すればいいな。願いなさい。バカだな、そんなことしなくても先にレサレサが攻撃すればいいんですよ。ちょっと考えればわかるじゃないか。ようやく気づいた。ようやく気づいたよ。レサレサが死んだ子、死んだらどうすればいいんだ。俺が倒せばいい。天才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 。ゲームシステムの裏を書いたな、作者の裏を書いた攻略法。よし、ハウスの BGM みたいな。あかりん、ほら、ケセランパザランのあかりん、はい、スタメン。スタメン？スタメンになった。じゃあ先にす、もう先に言ってくれよ。じゃあピンキーなんか育てなかったのに、これリセットですね。カリンじゃん。じゃあもう必須というよりも絶対じゃん、あかりん絶対じゃん。
スターだった。こんな時こそピンキー、こんな時こそピンキーがいれば。どんな能力だっけ。全体、いや、カメキも全体攻撃持ってるので。全体で捨てないでん。しょうがないんですよ、浮いてるから。敵が浮いてるからしょうがない。カメキは全体じゃない。うるさいな。いいんですよ、俺が自力で全体に攻撃するから、順番に。それいいんやろ。だからレベル上げが大事なんですよね。コツコツとレベル上げをするのが大事だと。戦略が大事だね。かたくなに戦略を使わない。逃げろ逃げろ。ドカーン。ボス戦やぞ。え？ちょっとセーブしよう。いや無理だな。倒せないな。どうしよう。どうしようかな。レベルが足りてない。なんでやる前に知ってるの。だってバッチが明らかにもうぐちゃぐちゃだもん。ほら何にもつけられない。ダメだ。とうとう来たね。正面兵法だよん。殺せー。やっつける。突撃。おとりあえずボス戦前にスーパースピンはいらんよ。確かに。でも意地だし、別に。まずはクリボー。アカリンのスキルは？クリボーの物知りでまずは敵のスキルをしろ。あ、じゃあ倒さないといけない。じゃあデサデサだな。ああ。え？全然食らわないけど。ダメージヘイルあるから平気。ダメージヘイルがあるんです。平気だった。ああ。いや、レサレサの、防御力を無視して攻撃できる。戦略だったんですね。戦略だったんです。
ス属性が効くのかな。ん？まあ。どうしたらいいの？そうですね。回転ハンマーの技一人ずつ飛ばす。そんなピンポイントな。今考えるとドカボンところの緑クリボーやガボンのが強いだろう。まあそれ今考えるけど、当時はそんなこと知る由もないから。この先もっと強い敵が出るんだなと思って必死に戦ってましたよ。ってのはもちろんご存知。え？なんだこれ。どっちだ。こっちだろ、こういう時は。こういう時はこっちなんだ。点滅してる。30。壊せばいいと。硬い。防御力いくつってか。硬いな。死ぬ。1じゃねえかよ。コマンドミスってる。こっちの方が強い。レサレサなの？レサレサだとダメージ入んないんじゃないの？そう思うのなら正解、レサレサ。ほらエアプか、お前ら。
初心者がよ。マジか。カン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 。エアプが当たり前だろうが。やったことないのかな。僕はやったことないです。わらわら。なんかないの。キラキラ落とし。あるけど忘れてました。あ、これ無視するわ。防御力お兄ちゃん。よし。しびれは。しびれ。雷毒感。どうだっけ。電気で麻痺させる。ブラック製法に比べると効かない。全然効かないけど。どういうこと。どういうこと。ちょっと待って、もう一回出して。コマンド下手。連打でしょ。おかしくない。めちゃくちゃ連打してるけど、早すぎて反応してないのか。ボスだとめっちゃゲージ上がりにくい。あ、そういうこと。じゃあ効かないよね。要するに。びっくりした、もう。急に任天堂腕上げたな。俺が使うと効かない。はい。相性が悪かった。相性が悪かった。ちなみに赤輪だと電球の電気攻撃も無効。あ、将軍まで来たわ。俺もう逃げる。は。牛乳。次はあれかな、雲のステージかな。雲のステージか。火山。火山のステージか。雲、火山、そしてあと水中と地獄があって、デバフはザキだな。森はやったから。デバフ技ピーチ姫パート。よーし、ピーチパート引こう。火山なんてあったっけ。よし、行こう。あ、やってしまった。どうした。火山忘れてるのか。プークスクス。これ面白いな。図工ピーチでよくない？ピーチが主人公でよくない？もう一回もう一回。もう一回やる？いや、もうやんないっすよ。行きましょうか、ピスロ。と、見せかけて。動きが面白いよ。ピューピュー。投げられる、投げられる、投げられる、あははみたいな。プークスクス、2回目。面白いなぁ。なんでこの隠し通路バレてないの。もう全カット。一度バレてあげような気がするけど。
え？おアンコールか。げんなり。あー、思い出したわ。パックンのか。パックンの？スーパープリンセスピーチ買おう。いや、何度見ても面白いですね。任天堂の遊び心。普通だってこんなことしないですからね。でもなんかお遊びで捕まったらなんか隠しアニメーションが見れると。バッジさえ揃ってればザコボス。まだ次のステージ始まってないんですけど。世の中にタダは絶対ないのねん。200万円もらうのねん。とっても安かったのねん。2倍の値段で買ってきた。余計なお世話だ。貧乏神は貧乏神は望みカードを2000万で買ってきた。余計なお世話だ。レベルがないと倒産しちゃうかもしれないから不安なのね。だから経験値の塊を呼んできたのね。ブラック兵法軍団。やめろ、ブラック兵法じゃないから。一時の安寧のためにたくさんの時間を投資したのね。ユーズエンタープライズ設立失敗。
塩は英語でソルツ。塩は英語でソルツ。30秒間約ソルティドッグ。30秒経ったと思ったら、え、あと12時間しか見れないけど、はこっち行きます。ちょっと待って、米火のタイマーが2時間20分になったら入れるから、チチチチ言い始めてから、あ、言い始めたから、よし、はい、ぴったり。これだってズルじゃないですもんね。たまたま手元に時間を知らせるものがあったんだもん。しょうがない、ゲームの一部だから。お前らのコメントもまたゲームの一部。はい、今やり直し聞かないんじゃなかったの。クリームなんてからイチゴで飾り付け。クリーム1秒でもスポンジになるなぞ。イチゴいる？イチゴいらないな。イチゴないね。あるわ。イチゴいる？水オンリーでもスポンジになる不思議。そうなの。いいや、相手兵法だし、嫌がらせのためにイチゴたくさん入れようぜ。敵だし、嫌がらせのためにたくさんイチゴ入れて苦しめ。これ持った状態で見つかったら、この持ったままベチャーってならないよ。常識がひん曲がってる。常識がひん曲がってる。まんまとイチゴに気づかず食べたな。直前のステップからやり直せるのねん。あ、そうなの。でも水オンリーでスポンジになったとき、失敗したのが水オンリーのせいだと気づけるの。直前どこ。まあいいや、僕には関係ない話。机の下に隠れるんだ。見つかっちゃった。もっとおとなしくして。で、なんでこんなところに。別に捕らえなくても。こっちにも小麦粉がいるな。やった。力を抜いて。お。ややこしい。わあ。強い。星の精様。ティンク君、覚えててくださったんですか。
俺はもうこいつの名前を覚えてない。両面に顔がある。ということでね、お疲れ様でした。疲れたんでやめます。ハッピーエンドだ。これからステージ5なのに、これから一体どうなってしまうんだ。続きは30秒後。30秒後。30年後。14時間もやってるもん。が最近のトレンドですよ。そうなの？そういうのが流行ってるのか。いや、僕窓マギ見てないし。騙されない。じゃあお疲れ様でした。またやります。ポプテピは見てるだろ。ポプテピ、何ですか、あのクソアニメ。あんなクソアニメ面白いって言ってるやつ、意味わかんねえわ。最近の流行りはよくわかんねえな。あんなクソアニメ。いっぱい時期。